水曜日の生存確認。今回の YouTube に関する検証はこちら。有名 YouTuber のコメント欄で毎回見るあいつら、実は売名よりアンチを増やしてるだけ説。 YouTube をよく見てる人なら気づいてると思うけど、どこのコメント欄でも見る人っているでしょ。例えばこの3人、見覚えあるでしょ。ほんとこの3人のトップ売名屋にアポを取って、実際に登録者よりもアンチが増えてるのか聞いてみたよ。ご覧ください。まずはグランギニョルにインタビューをしてみました。お名前は？聖女グランギニョルという名前でやってます。いろんなところで売名コメントされてますよね。いや、売名コメントはしてませんけど、結果的にそう思われてるみたいですね。私は感想を書いてるだけなんですけどね。あとは勝手にみんながコメントしてるだけなんだよね。実際のところチャンネル登録者よりもアンチが増えてますか？まあ半々ぐらいですね。確かにアンチ増えてきましたね。今までされたアンチコメントで一番傷ついた言葉は？売名巨乳って言われました。いい指だないよね。売名巨乳ってね、つい言いたくなるよね。でね、売名巨乳さんがおすすめするコメント欄は公開オンエアらしいぞ。そもそもおすすめコメント欄っていう言葉初めて聞いたけどね。これね、そっち界隈の業界用語みたいなもんなんだね、これね。続いてはタスク君。残念ながら彼への直接インタビューはできず、ツイッターの DM で返信が来ました。企画のお誘いありがとうございます。しかしコメントや売名やアンチなどのことについて話すことは何もありません。お力になれなくて申し訳ございません。あアンチの皆さん、そういうことらしいです。最後にカネマン君、彼には電話でインタビューのアポまで取ったんですけども、それ以来音沙汰がない。こちらから催促してもスルーでした。最低限の約束は守ろうね。ということで、未成年 YouTuber 責任感はほぼゼロ説でした。そんだけ被告圧はパグみたいにこんなにしわくちゃか。そしてこの吹き出し、被告圧って書いてあるだけであんまり吹き出しの意味ねえだろうがよ。ふざけんなよ。被告圧からのお知らせだよ。家石田さんの LINE アットを作ったんで、ぜひ登録してみんなで動画を共有してね。